入れないと思ってて、あのオリンピックのメンバーに、うん、でもディフェンダーとして選出されたじゃないですか。やっぱディフェンダーって出た時はやっぱり、まあ、悔しかったというか、まあ、2連勝、はい、好調だったと思うんですけれども、はい、まあ、あのご自身の出場は南アフリカ戦の途中出場、はい、まあ、今だからじゃないですけど多分宿舎帰ってめちゃめちゃ泣いたのは覚えてます。ここから、はい、東京オリンピックについて聞いていきたいんですけど、はいはいはい、東京オリンピックのメンバー発表ってどこで聞きました？ ACL のウズベキスタン行った時に聞きましたね、うん、どうでした？嬉しかったですか？オリンピック世代っていう立ち上げの一番最初から僕関わらさせてもらってたんで、うんうん、こうすごい長かったですし、うん、僕は本当にこう入れないと思ってて、あのオリンピックのメンバーに、うん、それなんで？実力がなかったんでそれこそ左サイドバックをやってから いけるんじゃないかなと思った。あと1年延期したおかげというか、うん、そういういろいろこう重なった上で入ったんで、すごく嬉しかったです。でもディフェンダーとして選出されたじゃないですか、はい、これはどう思いました？やっぱディフェンダーって出た時はやっぱり、まあ、悔しかったというか、うん、ミッドフィルダーで勝負したかったんで、まあ、ディフェンダーっていう感じよりも、はい、なんか後ろから攻撃組み立てていく、はい、まあ、そういう選手としてね、はい、森保さんも選んだんじゃないかなと思いますけど、はい、で、あの自国開催で、はい、まあ、国民のね、はい、注目度が高かったじゃないですか、はい、大会直前のチームの雰囲気ってどうでした？それこそ ACL 行ってたんで、うん、もう本当にみんな調整し終わったぐらいのタイミングだったんで、雰囲気もピリついた感じもありましたし、うん、まあ、でもその中にもこう和んでるというか、うん、すごいいい雰囲気だったなっていうのを思いますね。あ、じゃあリラックスしてたチームは、うん、どちらかというとリラックスしてたイメージはありますね。自国でオリンピックなんて言ったらすげえプレッシャーかかりそうだなって思うんですけど、プレッシャーそんななかった？まあ、でもいやな、主力じゃなかったねそんなん言うなよって言われるかもしれないですけど、うん、やっぱオーバーエイジの選手だったり、うんうん、主力の選手とかはやっぱりこう相当なプレッシャーあったと思いますけど、うん、テレビとかやっぱ見るとそれなりにやっぱこう報道されてたんで、うんうんうん、あ、すごい注目されてるんだな、うん、頑張ろうみたいな、出たらやったろうぜみたいな、そう、逆にワクワクしてた感じ、出たらやってやろうみたいな。そうですね、どちらかというとそっちの方が強かったですね。あのオーバーエイジの、はい、まあ、吉田選手、遠藤選手、酒井選手、はい、これはそのオリンピックチームにこうどんな影響を与えてくれたんですか？ディフェンダーの選手だったんで、みんな危ないところにはこういますし、プレー面では頼りになってましたし、まあ、それこそこう年齢差はあるじゃないですか、うん、まあ、そういうのをなんかこうなくすためじゃないですけど、すごい歩み寄ってくれたりとか、うん、僕はそれまで関わりはなかったんで全く。そっか、はい、うんうん、でもこう行った時は本当にこう優しく話しかけてくれて、まあ、オリンピックやっぱ経験してるんで、いろいろ経験してきたことを伝えてくれて、うん、まあ、僕結構印象に残ってるのは、本当に3位決定戦の時に、まやさんが3位と4位は本当に違うっつって、うん、オリンピアとメダリストは違うっていうのを言ってて、まあ、結果的にあの4位でしたけど、うん、その言葉はすごい重みがあって、うん、結果終わった時に自分でも、あ、違う、本当に違うんだなって実感して、その時にそう言ってくれたのは本当にありがたかったというか。フル代表でもキャプテンだし、はい、まあ、そういったところがあるんでしょうね。まあ、僕はね、オリンピック行けなかったから、この話はもうこのぐらいにしようで、まあ、チームは初戦、はい、南アフリカと試合しますよね、はいはい、で2戦目メキシコ戦にまあ勝利して、はい、まあ、2連勝、はい、好調だったと思うんですけれども、はい、ご自身の出場は、はい、南アフリカ戦の途中出場のみと、はいはい、これ個人的な悔しさは相当ありますよね。まあ、今だからじゃないですけど、多分宿舎帰ってめちゃめちゃ泣いたのは覚えてますね。悔しすぎて。悔しすぎて。南アフリカも出ても大したプレーできなかったし、うん、メキシコ戦に限っては出れなかったんで、うん、なんで出れないんだろうっていう、うんうんうん、自然と出たのは記憶あります、ね、はあ、はい、で、グループリーグ第3戦、これフランス戦でオリンピックの初先発、はい、で、ご自身もこうアシスト記録して4対0で勝つじゃないですか、はい、
この試合にかける意気込みはもう相当あったでしょ。ここでやんなかったらもう他の試合は出れないなと思って、うんうんうん、ただここでやれれば今後もあと残り決勝トーナメントも出れるんだろうなと思って、うんうん、この試合にもうオリンピックはかけるしかないなと思って、うん、まあでもそう言ってもやっぱりこうメキシコ戦に出てなかったんで、うん、やっぱり出れないんじゃないかなっていうどこかそういう気持ちはあったっすけど、うん、ただやっぱりこう練習からしっかりやれれば、うん、もしかしたらチャンスくれるんじゃないかなと思ったんで、うん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 、前日出る時もなんかコーチの方から、うん、練習の姿見てお前に決めたみたいな言われたんでモチベーション落ちて腐らずやらなくてよかったなっていうのは思います。まあ、よく監督たちはこうリアクションを見るっていう、うまくいかなかった時のリアクションを見るっていう話が、ね、はい、ありますけど、はい、よし旗手で行こうと思ったんでしょうね。で準々決勝ニュージーランド戦、はい、まあ、これも左サイドバックとして出場して日本の勝利に貢献しましたよね、はい、で迎えた準決勝、はい、まあ、スペイン戦では左サイドハーフですよね、はい、でここで先発出場して、はい、これ試合前の雰囲気どうだったんですか。なんかこう複雑な気持ちではあったですね。無観客なんで、うん、オリンピックなのかみたいな。でも相手はスペイン、うん、サポーターの方がブワーっていて、うん、の雰囲気をこうやっぱりこう求めてたじゃないですけど、うん、欲しかったなって思ったんで、そうですよね。個人としてこうどんなことを考えて試合に入りました。もうチームが勝つことにフォーカスはしてたんで、うん、自分が持ってるプレーを出すしかないなと思って、うん、逆にこうすっきりしてたというか複雑なことは考えずに、うん、もう本当に自分ができることをただやろうっていう意識の方が強かったですね。親善試合やったじゃないですかスペインと。あ、はいはい、その時のスペインと準決勝のスペインってなんか違いました。いや全然違いました。全然違った。やっぱり何が違うって言われるか分かんないですけど、でも、うん、グループとしての戦術がすごい3対3とか、うん、こう局面であるじゃないですか、うん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 、1対1は、うん、そんなに強くないって言い方は良くないですけど、うん、まだいけるって感じだったんですけど、うんうんうん、2対2、3対3、4対4っていう局面、うん、局面になると、うん、全然歯が立たない。そんな風には見えなかったけどやっぱり出てる選手はそういう風に感じるんだね、はい、うん、まあ、特にヨーロッパでもスペインは結構特殊じゃないですか、うん、なんでそんなにボール回るのっていうぐらい回るもんね。はい、これはよくトレーニングされてるっていう感じなのかな、それとも能力なのかな。いや、されてるんじゃないですか。よくトレーニングしてるっていう感じじゃないと多分できないんじゃないですかね。今までこうサイドハーフとかやってきた中でやってきたプレーが、うん、あ、通用しないってなってどうすりゃいいんだみたいな、へえ、ただ行かなければダメだし、うんうん、引くのもダメだし、うんうん、なんかすごい戸惑いながらプレーしたのは覚えてます。延長戦までもつれ込みましたけど、はい、まあ、後半10分ですか、はい、まあ、失点して、はい、敗北して、はい、まあ、ロッカールームに引き上げますよね、はい、この時のチームの雰囲気どうでした。負けたっていうよりかは、うん、もうみんなとプレーできないなっていう、うん、あの世代でやるのがすごい好きだったんで、うん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 、まあ、負けたことはすごい悔しかったですけど、うん、まあ、それプラスやっぱそういう気持ちは結構強かったですね。でも3位決定戦あるじゃないですか。でこれ、まあ、銅メダルかけたメキシコ、はい、予選では勝ってて、はい、で、まあ、結局 1-3 でこう負けると、はいはい、これはやっぱり何が違ったんですか。そこはやっぱ気持ちだったなって思います。気持ち、優勝やっぱ目指してるじゃないですか、うん、その中で負けた試合だった後なんで、うんうん、モチベーションの作り方って多分すごい難しいと思うんですよ。あ、持っていき方というか、うん、落ちすぎちゃった。日本がっていうよりかはメキシコがすごかったっす。もう勝ってやるぞみたいな、3位でもいい、勝ってやる、行くぞみたいな、うんうん、ただ最後はやっぱそこの部分が強くないといけないとは僕は思ってるんで、うんうんうん、まあ日本国中が、はい、このメンバーだったらもしかしたら金メダル取れんじゃねえかっていう期待、はい、選手たち自身もそういう、こう自信を持って臨んだオリンピックだと思うんですけど、はいはい、まあ、ご自身がこうオリンピックを経験して得たことって何かあります？勝つことの重要性というか、うん、負けて評価されることってないじゃないですか、うん、個人としてもチームとしても、うんうん、勝って初めて個人としてもチームとしても評価されるわけであって、うん、勝つことがいかに重要なのかっていうのは
すごく感じました、オリンピックを通して。でその東京オリンピックの後に、まあ、フロンターレで一緒にこうプレーしてた、はい、田中碧選手と、はい、三笘薫選手が海外に移籍しますよね、はい、これはどんな風に移りました？なんかぽっかり穴が開いたじゃないですけど、うん、帰ってきてから、まあ、僕しかいなかったんで、うん、練習中とかトレーニングも一緒にいる時間が長かったんで、うんうんうん、ピッチ内でもすごく頼りになってたというか、うん、どこかこうあの二人がいてくれたから勝てた試合もあったし、うんうん、でその、まあ、チーム戻って、まあ、J リーグ再開後2試合引き分け、サンフレッチェ広島戦の後にはこう涙を流す姿もこう見られましたけれども、はい、まあ、そこがちょっとそういった感情が出たっていう感じなんですかね。オリンピックで勝つことがいかに重要なのかっていうのを学んできた中での、うんうん、2引き分け1敗だったんで、うん、勝てないのか、うん、悔しさがこう込み上げてきたんですね。感情、はい、表に出してプレーする方、多分表に出してるタイプだと思いますね、うん、結構こううまくいかないとか自分の思い通りとかじゃなく、うん、自分が持ってるプレーが出せないとか、うん、チームに貢献できてないとか、うん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 、そういう時はやっぱりこう露骨に出るっつって、うん、まあでもね、そこからこう立て直すじゃないですか、はいはい、で J リーグの連覇を達成して、はい、2回目の優勝の時はどうでした？達成感というか、うん、前期の方は圧勝してきた中で、うん、もう決まっただろうと思った中、夏過ぎてからこうガクッときて、うん、マリノス多分1差まで迫られたんですよね、うん、そこから優勝するまでは多分大差で勝った試合があんまないんじゃないですか、1-0 とか本当に僅差で勝ってきたんで、うん、まあ、耐える力じゃないですけど、忍耐力じゃないですけど、チームとしても個人としても、うん、そこはすごい身についたなっていうのは気がし、あの感じたんで、うん、その中での優勝で、まあ、みんな喜んでる姿を見て、うん、もう本当頑張ってよかったなと思ったっすね。あ、でも勝ち点92、圧倒的なね、成績で優勝しましたよね、まあ、最後そう勝ち点見ればそうですけど、うん、優勝するほんとちょっと前までは結構気持ち的には来てたっすね。それこそ ACL 韓国から帰ってきた5連戦、うん、全部勝たないと優勝ないなっていうのを鬼さんが言ってて、うん、でそれも隔離がある2週間だったんですよ。自分たちの家に帰れなくてホテル転々としながらやってたんで、その2週間で5試合全勝、いやきついなと、うん、で僕もちょうど怪我明けだったんですけど、うんうんうん、まあ、その5連戦もフルタイムで出て、うん、その5連戦を全勝した時はあもういけるってなったんですけど、その5連戦まではもう本当きつかったっす、うん、結構プレッシャーかかった。プレッシャーやっぱもう負けたらやばいっていうのはまあその心理になったらダメってなるかもしれないですけど、うん、なっちゃうんですよね、やっぱ。いやいやいや、いいんじゃないですか、はい、意外とでも追い込むの好きでしょ。まあそうですね、ね、なんか追い込まれた時って結構自分が予期せぬ力出るじゃないですか、うん、パワー、うん、結構そういうのが好きなタイプなんで、追い込まれた方がいいかなっていうのはあります、ね、なるほど、はい、まあ比較するわけじゃないんですけど、はい、同じ年に、はい、筑波大学から入った三笘選手、はい、これライバル関係なんですか？僕はやっぱり意識はします。やっぱ大学それこそ2年生ぐらいからもう先発とかで一緒にやってきて、うんうんうん、フロンターレ入ってからもこう、まあ、1年目もとんでもない数字落ちたじゃないですか、薫は、うん、すごいなっていう思いもなりましたけど、うん、ただ負けたくないって思いは常に持ってたんで、うん、でもこう一緒にプレーしてるとやりやすさとかはあるんでしょ？そうですね、やっぱりそれこそ大学の時からやってたんで、うん、分かるというか、ここに欲しいとか、ここにいてくれたらいいとか、うんうん、そういうのはなんとなく分かるんですよね。だからなんかライバルなんですけど、うん、自分の良さを引き出してくれるし引き出せる、お互いにね、お互いに。だからすごい難しい関係です、うん、だ僕最初それこそサイドバックやってた時は、うん、なんかどちらかというと薫の良さを引き出そうって思ってたんですけど、それだと自分らしくないし、うん、できないから、うんうん、お互いに良さを出し合っていこうというか、俺はこうやるし、
だからカオルはこうやってほしいとか、うん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 、そういうのは結構話してお互いにやりましたね。いやあのね組み合わせをねフル代表で見たいねっていうね。で、はい、スコットランドに行くじゃないですか、はい、名門セルティック、はい、これ移籍の決め手は何だったんですか。どんな監督ですか、アンジェさんは。結構選手と一線を置くんですよ。もうライバルのレンジャーズとのオールドファームダービー、2ゴール1アシスト、あの試合はご自身の中ではどんな評価ですか。まあなんかあの試合に限ってはこう神がいたって僕は